アルフレッド・リードはアメリカの作曲家、指揮者。特に吹奏楽においては20世紀を代表する音楽家の一人とされる。200曲以上の吹奏楽作品がある。プロの吹奏楽団のみならず、教育団体、一般団体からの移植作品も存在する。1921年1月25日、ニューヨークで生まれる。10歳からトランペット、15歳から作曲を学び。 高校を卒業すると放送局の作曲編曲兼、副指揮者の仕事に就く。1942年21歳の時に第529陸軍航空隊バンドに配属され、副指揮者、ディレクターとなる。除隊後1946年にジュリアード音楽院に入学、ビットリオジャンニーミに作曲を指示する。その後、NBCCBSABC などで、 音楽番組の制作に関わっていたが、1953年にベーラー大学シンフォニーオーケストラの指揮者に就任し、指導を行う。同時に1955年から1966年まで反戦ンン出版社の責任編集者を務めた。1966年にはマイアミ大学音楽学校の教授となり、1993年まで作曲、理論を教える傍ら、 世界中のバンドと共演し、また数々の作品を発表した。1968年には、ペルーのリマにあるペルー国立音楽院から名誉博士号を受ける。日本では、リードの作品、音楽祭のプレリュードが全日本吹奏楽コンクールの課題曲に採用されたことをきっかけに広く知られるようになった。1981年に、 東京厚生ウィンドウオーケストラの招きを受けて、発来に1988年からは、専属学園音楽大学客員教授を務め、また数多くのアマチュア楽団を精力的に指導した。大阪の民放、毎日放送テレビの放送開始、終了の音楽も手掛けた。2005年9月17日、フロリダ州コーラルゲーブルスで、老水のため死去。 84歳ツ、ありがとうございます。